続いては姫キュンフルーツ館、関西に染まらへんけど儲かりまっか。この顔も一番になることを作って、ヤイバーが入る、かわいい、ヤイバーが入る、ヤイバーが入る、豚まん食べない、ゴーゴーゴー、ゴーゴー1、ゴー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 大好き、姫キュンフルーツ館、関西に染まらへんけど儲かりまっか。南米が大きいの皆さん、奥村真由里、河野ほのか、岡本舞、谷尾桜子、菊原ゆりやです。姫キュンフルーツ館による濃縮 100% の5分間、その名も関西に染まらへんけど儲かりまっか。今週も始まりました。なんで笑ってんの？笑ってるよ。なんでそんなに笑ってるの？なんかお聞きの皆さんが言えないな。お聞きの皆さん、まあいいんだよ、紹介じゃ。菊原ゆりやも最近ね、前歯を削ったから滑舌がちょっと悪くなって。そうなん？なんで削った？あの携帯触ってて、寝ながら触ってて、上に携帯置いてたらケースから携帯落ちて前歯かけちゃって、削ったんですよ。どうでも削ったんです。そう、ですごい滑舌が悪くなって。はい、あっという間に4月になってましたね。エイプリルフール終わった。それは4月か。4月ね、春ですね。うん、もう暖かくなってきました。今日は新曲リリース直前ということで、がっつりとティアドロップスのお話をしていきたいと思います。イエイイエイ。さあ、レコーディングとかね、振り付けとかリリースでもあったんですけど、はい、何の話からしていこうか。レコーディングが一番最初にあったから、レコーディングの話していこうか。そうですね。なんかカップリングの方が先に渡されたんだよね、うん、4曲ぐらいあって、うん、で先に渡されて、ティアドロップス最後の方だったんですけど、ユン、うん、は聞いた時に、あ、表題っぽいって思った、うんうん、でもなんか今回のシングルの中に英語の曲多くない？英語の曲、英語が入ってる、題名が英語、あ、題名が英語、うん、難しい。今まで姫系のシングル、5文字ぐらいでずっとカタカナで、でも大人コレクションも、うん、英語でしょ、本当だ、どうしたんだろう、目覚めたね。ちょっと海外し、まあ、海外ってか普通になろうとしてるのか、意識してる。だって社長嫌いだったからね、横文字が嫌いだったよね。忘れたんじゃない？それ忘れたんだ、た嫌いなの。分かった、3月に入って、うん、捨てたんじゃない、そしてやめたんじゃない、なんで大変だから大変したんだ。ラジオに事務所も大変だよね。英語って難しいなって思った、ね。まあでも姫キュンもやっぱ去年さ、世界に向けて第一歩踏み込んだしさ、うん、そうで、ライブをね、もう一回世界に向けてやっぱ題名もそうしていこうって感じ。来月も、そうなの。ティアドロップスと何でもいいけどね。姫キュンフルーツ館も英語になる。なるなるなる。やめてよやめてよ。社長ね。めんどくさいし、姫キュンフルーツ館英語。そうだよ。ひらがなと漢字でいい、カタカナと。そうだ、英語わからない子いるからダメだよ。わかんない。フルーツの。なんで前を見るの？やばいやばい、話が逸れてきた。ティアドロップス最後英語のやつだっけ。そう最後にね、英語のなんか歌があるんだけどね、うん、全員歌いとかあるんですよ。そう、苦戦したわ。ユンの声が一番聞こえるんでしょ。そうそう、うん、同じようにサビとかもユンの全員の声入ってるはずなのに、なんかそこだけはユンの声聞こえるっていう。サビは聞こえないんだけどね。サビはマイマイの声が強いけど、うん、なんか英語になると多分苦手だったんだろうね、マイマイ。いや、頑張ったんだよ。そうね、言わなかったな。 Here ってあるじゃないですか、うん、それを Hereすごい、めちゃくちゃ、ないない、顎がすごい出てる。一生懸命すぎて、顎のことなんか気にしてられないから。ヒアーって言って、もうすごい指導してもらって、じゃあ、うん、ライブで顎気にせずにヒアーってやってるんでしょ。だからライブはじゃあ、まあ無視してユンに任せて、じゃあ踊るね。ユンに任せちゃう。うん、ユンも顎出しながら頑張る。うん、ユンも顎出しながらヒアーって言いにくくない？でもね、この曲ね、てかね、うん、この曲の前に、うん、他のカップリングとかしたじゃん、うん、それの時になんか、うん、桜子にはこの曲は B メロの、うん、一番の B メロを歌ってて欲しいんだって言われたんですよ、うん、だから欲しいんだ。私結構じゃあ B メロ系がいいんかなって思って、ティアドロップスは B メロになるかなって思って行ったら、うんうんうん、撮られなかったの、レコーディングで。で、マユリンとユンって感じだって、うん、なんかちょっとショックだった。だから B メロ的なキャラにかなって自分を認識し始めたんだけど。でもさくさ、この曲今歌い始めマイマイだけど、あ、そうそうそう、最初はさくだったんですよ。そうだよ。なんか裏話ですよ。最初に一曲通して聞いてもらって、レコーディングの時ね、どこを撮るかって決めるんだけど、ね、なんかもう今日はここまで、タイムアップ。
そうなんや、ほんまは歌いだしさくちゃんやったかもしれへんねやって思いながら聞いたらなんだか不思議な感じがしましたね。4月15日リリース、姫キュンフルーツ館のニューシングルティアドロップス聞いていただきました。さあ今日はニューシングルにまつわる裏話をいろいろと話をしてくれていましたけれども、この続きはまた来週お届けしますので、まだまだメンバー多分ネタ持ってますからね、来週もどうぞお楽しみに。ミュージックビデオもねホームページで公開になっています。もうご覧になられましたでしょうか。春の装いで外ロケをしている姫キュンメンバー、キュンとするほどに可愛いです。でもやっぱり後半の部分のメンバー5人でダンスをするところがグッときますね。やっぱりなんかみんなで姫キュンやなっていうのをなんか感じる瞬間かなというふうに私は思いましたよ。さあ西宮市の落ちこぼれのヒーローさん、メッセージありがとうございます。今日はねみんなねメッセージねサボってるんですよ。なのであなただけです。姫キュンのティアドロップス FM 大阪の E トラックに選ばれたみたいですね。そうなんですよ、4月の E トラックになってます。嬉しいですということで、私たちもとっても嬉しく思っています。次はティアドロップスのリリースイベントまで姫キュンのライブに行ける予定がないので、ちょっと姫不足なんですが何メガでチャージしますということで、そうですよ、このコーナー毎週ねちゃんとありますのでぜひチャージしてください。そしてそんな姫キュンですが、6月と7月のみんなの歌担当することが決定しました。片岡鶴太郎さんと一緒に歌うというね、すごい異色のコラボレーション。やっぱりあのメンバー全員片岡鶴太郎さんということで緊張していたそうなんですが、今週あのレコーディングが行われたということで、あの片岡鶴太郎さんが愛媛に住んでいた時期があったんですって。なので地元ネタについてすごい詳しくて、メンバーの緊張をほぐしてくれて、アットホームな雰囲気でレコーディングは進んだというふうに聞いていますよ。どんな歌なんでしょうね、楽しみに待ちましょう。さあ姫キュンフルーツ館、関西に染まらへんけど儲かりまっか、今週も楽しんでいただけましたでしょうか。来週のネタもどうぞお楽しみに。